アンダーソン、ブラドック・シルバは、ブラジルの男性キックボクサー。サンパウロ州出身。道場着陸所属。日本のメディアでは、アンダーソン、ブラドック・シルバ、アンデルソン、ブラドック・シルバ、アンデルソン・シルバとも表記される。総合格闘家のアンデルソン・シルバとは、同姓同盟である。ブラジルからオランダへと渡り、名門道場着陸本部にて、 ピーター・アーツやバダ・ファラを育てた名称、トム・ハーリックに支持している。リングネームのブラドッグは、ミッシング・イン・アクションというアクション映画で、主演のチャック・ノリスが演じるコル、ジェームズ・ブラディックというキャラから付けられた。2008年10月5日、ワイプー・キング・オブ・ザ・リング・ヘビー級タイトルマッチで、トーマス・ハロンに延長戦の末に、判定負け。2009年3月28日、 VIP ファイトナイト2009トーナメントに参戦し、1回戦で、ダニョイルンガに2度ダウンを奪って 2RKO 勝ち、準決勝で、パトリック・ディエダートに2度ダウンを奪って 2RKO 勝ち、決勝戦で同門のヘスギからケスに、ドクターストップ勝ちを収め、3試合連続小勝ちでの優勝を果たした。それから2週間後の4月11日、 アムステルダムファイトクラブのアムタ4人制トーナメントに参戦し、1回戦で、ブライアン・ダウビスに延長戦の末に判定勝ち、決勝戦で、トーマス・ハロンと再戦するが、判定負けで、リベンジならず準優勝。5月31日、ネクスト・ジェネレーション・ウォリアーズさん3にて、ロイド・バンダムと対戦し、引き分けドロー。10月17日、 ゴールデングローリー10周年記念大会グローリー11、a ケイドオブファイツにて、ゴールデングローリー所属のステファンレコと対戦し、ダウンを奪うなど圧倒してに RKO 勝ち。2010年5月29日、イッツショータイムで、ムラット・ボージディと対戦し、延長戦の末に判定負けを喫した。2010年10月16日、アルティメット・グローリーのキックボクシングワールドシリーズ1回戦で、 ブラッド・ボージディと再戦し、0から3の判定負けを喫した。2010年12月18日、イッツ・ショータイムで、フレディ・ケマイオと対戦し、右ハイキックで 1RKO 勝ち。敗れたケマイオは、左の側頭部から大流血した。2011年5月14日、イッツ・ショータイムリオン大会で、ダニエル・ニタと対戦予定だったが負傷によって欠場し、 治療のため手術を受けた。2012年1月28日、イッツショータイム 54&55 にて、13ヶ月ぶりの復帰戦で、マイケル・ドゥートと対戦し、二度ダウンを奪って5から0の判定勝ち。2012年2月25日、ポドゴリッツァで開催された、スパーコンバットワールドグランプリ I2012 の4人制ヘビー級トーナメントに参戦し、1回戦で、 ニコラ・ファリンに3から0の判定勝ち決勝でカタリン・モロサヌに判定負けで準優勝。2012年5月27日、K1 ライジング2012、K1 ワールドマックスフィナール16インマドリードにてバダ・ハリと対戦し、前線するも判定負け。2012年10月6日、グローリーに似て約3年ぶりに現役復帰してきたレミー・ボンヤスキと対戦し、 延長戦の末に1から4の判定負け。試合後の談話にて、ブラドックは判定に対して不満を述べた。ありがとうございます。